創成館対智弁和歌山ベンチから選手を鼓舞する智弁和歌山、高島仁監督、撮影、上田博史、より小さい、アイフレーム SRC イコール、すす、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールボールドットハイスクール、エリアイコールレクタングルドット INNEWS、AAMSZ イコール 300X250、ONCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、ノー、スペース、イコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、300、ハイトイコール、600、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きい、バイフレームより大きいより小さい選抜高校野球、智弁和歌山 11-10 創成館、1日、準々決勝智弁和歌山が創成館、長崎、に延長10回 11-10 で逆転サヨナラ勝ち。両チーム2桁得点を挙げての延長戦サヨナラ勝ちは、09年開幕戦の蔵。指揮校 11-10 金光大阪、延長12回、以来、大会2度目となった。智弁和歌山といえば、壮絶な打撃戦をお家芸にしてきた。06年夏、帝京との準々決勝では13-12で4点差を逆転サヨナラ勝ち。11年夏の白樺学園戦でも8-7で逆転サヨナラ勝ち、延長10回。両チーム5得点以上の試合は今回で春夏通算21度目になる。こんなに経験しているのは2位 PL 学園の17度を上回り全国最多。PL 学園の17試合は9勝8敗だったが、サトシ、智弁和歌山は17勝4敗と打ち合いに強い。さらに延長戦にも強く、これで通算11勝2敗。粘り強さにも定評がある。得意の展開に持ち込み、学校別の平成勝利ランキングでは初の60勝に到達した。2位は大阪桐蔭の55勝。小田健と42歳女が、長崎の生姜シロップを飲むと、すごい。お尻が気になるが、他家の資産価値は、ノムコムの無料査定でチェック。妻も驚き、折れない男のエネルギー。まずは980円でお試し、嘘だろ、中性脂肪が、特報1日1本続けて驚愕の結果スポンサード新潟の酒蔵探訪機公開。より小さいアイフレーム SRC イコール、すす、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールオーダー、エリアイコールパブ01、AAMSZ イコール 120X120、ONCJP イコール UTF8、ノレシゼ S、クロリングイコール、ノー、スペースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、120、ハイトイコール、120、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きいより小さい、アイフレームより大きい関連キーワードで検索選抜智弁和歌山和歌山。